こんにちは、朝霞歯科院院長の朝霞勝弘です。今回はいい歯医者さんの見分け方、行く前に見分ける方法をお話しいたします。 YouTube でもいい歯医者さんの見分け方について結構書いてあるんですけども、それは治療前にしっかり説明してくれるとか、優しい歯医者さんとか、行ってみないと歯医者さんと話してみないとわからないような内容だったので、僕は事前にある程度見分ける方法についてお話ししたいと思います。まずいい歯医者さんを見分けるために必要な知識をお話しします。そして3つポイントをお話しして最後にまとめて分かりやすく説明しますので、ぜひ最後までご覧になってください。では早速行ってみましょう。まずいい歯医者さんの定義がいろいろあると思いますが、優しいとか親身になってくれるとか、ただ私の考えるいい歯医者さんというのはこれだけです。これが全てだと思ってます。それは一度治療した歯の再治療が少ないということです。少ないといったのは再治療がゼロになればもちろんいいのですが、やはりお口の中というのは非常に過酷です。虫歯の菌や歯周病の菌が常に存在して、さらに食事によって熱々の食べ物や冷たい食べ物などが入ってきてと、さらに過酷な環境です。そういった過酷な環境のために再治療が発生するリスクというものがあります。しかしそれをできる限り小さくするのがいい歯医者だと思っております。皆さん当然ですが、虫歯や歯周病などにかかってそれを治したいと思って歯医者さんに行くと思います。おそらくこの動画を見てくださっている人は歯に関して悩みがあるという人が多いと思うので、何回も治療を経験している人や長年歯の治療で苦労した人がいらっしゃると思います。何年か前に治したばかりの歯が取れてしまったり、その下でまた虫歯になってますよと言われたり、また治療した歯が痛くなったりという経験をされている人も多いでしょう。痛みがあって歯医者さんに行けば痛みを取ることはできると思います。しかし一度痛みが消えてもまた痛くなったりとか、再治療を多く経験している人はもしかしたらまだいい歯医者さんに巡り合えてないのかもしれません。それでは今話した再治療が少ないといういい歯医者さんを歯医者さんに行く前に見分ける方法についてお話ししたいと思います。まずいきなり結論からお話しします。それはホームページをよく見るということです。今歯科医院はコンビニ以上にあると言われています。2020年1月時点の調査によるとコンビニが5万5000件以上あると言われています。それに対し歯医者はなんと6万8000件以上あります。コンビニよりも1万件以上歯医者が存在しております。その中で何の知識もなくいい歯医者さんを歯科医院に行く前に見分ける方法は不可能だと思います。近くにあるから、新しくできたからとなんとなくで決めてる人も多いと思います。正直行ってみないと分からないというのが今までの考え方だったでしょう。しかし今の時代、スマートフォンの普及によりほとんどの歯科医院にはホームページが存在します。僕も歯科医院を経営している立場なので分かりますが、ホームページというのは基本的に新規に来てくださる患者さん、まだ朝霞歯科医院を知らない患者さんに向けて当院を知ってもらえるような内容で分かりやすく作っています。今来ていただいている患者さんにより深く知ってもらうために当院のホームページを見ていただけるとすごく嬉しいですが、通院中の方は実際電話番号を調べる、場所を調べる程度でしょう。そのためホームページというのはほとんど全てと言っていいくらいに新規の患者さんに向けて作られています。つまりホームページをしっかり見れば行く前にその歯医者さんがどのような歯医者さんか分かります。ではホームページのどのような内容を見ればいいのか、今日は3つポイントをお話ししていきます。まず1つ目は器具の消毒・滅菌をしっかり行っているかどうかです。現在新型コロナウイルスの影響により歯科医療現場はより消毒・滅菌に厳しくなってきたと言えます。しかし少し前の時期は歯を削る器具、タービンと呼ばれるものが患者さんごとに滅菌せずに使い回している歯科医院が半数以上あるという報道がされました。現在はおそらく少ないと思いますが、消毒滅菌を厳しくするというのはとても重要です。しかし半数以上の歯科医院がそれが行われてないというのは事実です。消毒滅菌を厳しく行っている歯科医院は間違いなくホームページにそれを記載しています。特にしっかり行っている歯科医院ではすでに新型コロナウイルスに対する対策などもホームページに上げているところも多いでしょう。全ては患者様に安心して歯科医療を受けていただくための取り組みです。器具がしっかり消毒滅菌されてないと治療結果がいい方向にならないこともあると思います。まず器具の消毒滅菌がしっかり行われているかをよくホームページで確認してみてください。2つ目は目の治療の器具がしっかり充実しているかどうかです。具体的にはラワーダム、マイクロスコープ、歯科用 CT が完備されているかどうか。痛みがあって歯科に来院することは多いと思いますが、絶対ではないですけども、痛みを抱えている人の多くが根の治療となります。根の治療とは歯の中にある神経を除去して消毒をして薬をもともと神経があった通り道に詰めていくという治療になります。
よく根管治療と言われています。その根管治療の日本の現状をお話しします。日本の保険請求のデータによると、根管治療のうちの約半数以上が再治療の請求です。再治療になってしまう原因は根管内の細菌の繁殖が原因です。最初の根管治療を受けた際に根管内に細菌の侵入を許してしまうと、痛みが取れたとしても 100% に近い確率でその歯の根の病気は再発します。そのため根管治療を受ける際にラバーダムというゴムのマスクをつけることは必須になります。これをつけることにより根管内へ細菌が含まれている唾液の侵入を防ぎます。このラバーダム防止をしている歯科医は非常に少ないです。保険治療であってもラバーダム防止をしている歯科医がいい歯科医だと思います。また根管治療は以前は手の感覚により治療すると言われていました。しかし現在は医療の進歩により、歯科用 CT により根管内が3次元的に審査できるようになりました。またマイクロスコープにより根管内を実際に目で見て感染の除去を行うことができるようになりました。それにより根管治療の成功率は格段に上がりました。再発率の低い根管治療を受けるには、歯科医院にラバーダム、マイクロスコープ、歯科用 CT があることが必須になります。これらの器具を揃えて根管治療に力を入れている歯科医院は再発率が間違いなく低いです。ぜひホームページで確認してみてください。最後3つ目になります。今回の動画はこれを伝えたくて作ったと言ってもいいでしょう。最後の3つ目は専門医が在籍しているかどうかです。歯科医療に限らず医療は常に進歩して高度化してきています。その中で歯科の中でも分野がどんどん細分化されてきました。学会という集まりがあり、その中で専門医という資格も生まれてきています。もちろん全ての治療の分野で知識、技術というものは必須となりますが、歯科医師、歯科医院によって入れ歯が得意であったり、インプラントが得意であったり、麻酔のような外科が得意というように専門性が非常に高まってきています。お口の中の問題が多く複雑化している人ほど、いろんな専門医の中で治療計画を立てていくことが非常に重要になります。ただし資格にはいろいろ種類があります。その中で僕が重要と考えている専門医の資格をいくつか挙げていきます。日本歯周病学会、日本臨床歯周病学会、日本口腔インプラント学会、日本歯科保存学会、日本接触園芸リハビリテーション学会、日本補鉄歯科学会、日本矯正歯科学会、日本小児歯科学会です。これはそれぞれ歯周病、インプラント治療、保存治療、飲み込み、入れ歯、矯正、お子さん、それぞれの専門医になります。アメリカだと一人の患者さんに対してそれぞれの専門医が話し合って治療計画を決めていくことが当たり前になっています。今後日本もさらに専門医の治療の需要が高まってくると思います。ホームページを見て調べるときに、今自分が悩んでいることについての専門医の資格を持っている歯科医院か確認してみるといいと思います。最後に全てを振り返る前にいくつかお知らせがあります。朝霞歯科医院は国内最大規模の歯科医院です。各分野の専門医が集結して皆さんの悩みを解決しています。特にインプラント治療に力を入れています。インプラントに悩みがある方はぜひご連絡ください。また朝霞歯科医院には公式のインスタグラム、ツイッターがあります。インスタグラムでは歯科に関する有益な情報やインプラントオペ中の写真、スタッフの写真などを上げています。ぜひフォローしてください。では振り返っていきましょう。まず歯医者に行く前に、歯科医から新しいから行くのではなく、事前にホームページをよく見た方がいいというお話をしました。ホームページの見るべきポイントを3つお話ししました。1つ目は器具の消毒滅菌をしっかり行っているかどうかです。診療に使用している器具の徹底的な消毒滅菌は必須です。2つ目は根の治療の際に使用する器具が充実しているかどうかです。痛みを取り除くだけでなく、長期間再発しない根管治療のためにはラバーダム防止、マイクロスコープ、歯科用 CT は必須です。3つ目は専門医が在籍しているかどうかです。歯科治療は常に進歩して高度化してきています。治療の際には担当医、専門医含めた治療計画が必要となるでしょう。専門医がいる歯科医院を受診することをお勧めします。もちろん専門医の資格を取得していない歯科医師でも、素晴らしい技術を持っている歯科医師も多くいます。ただ今回は歯科医院に行く前に分かるいい歯医者さんの見分け方についてお話をさせていただいています。歯医者に行って失敗したなとなる前に、ぜひこの動画を一回見て参考にしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。